指先曲げようと思ってこっち反ったらもうフィンガリングできないと思ってもらって、絶対にこれはできなきゃいけない。はい、こんにちは、秀典ミュージックスクール校長秀典です。ドリス BPM171 16分の速さで12フレットポジションの E マイナーペンタレガート加工フレーズが速すぎて苦戦しています。ネックを少し握り込む感じだと早く動かせそうな感覚があるのですが、完全なクラシックフォームで弾くべきでしょうか。手とネックの間の空間を開けていくと指の付け根に力が入りにくく早く動かせません。12フレットポジションの E マイナーペンタってなんだ。まずペンタのレガートって割と広いよ。こんな感じかな。 どうだろう、このフレーズがわかんねえ。普通のマイナーのスケールだったらこういう感じなんだろうなって、なんとなく。こういう感じかなっていうのはなんとなくわかるけど、ちょっとそれだけ書いてもらっていい？まあいいや、僕もこれで言いたいことはもうわかってるんで、めちゃくちゃ根本足りないです。フィンガリングのね、感覚がね、多分ね、間違ってる。要するにこれができないでしょ。見て、この空間、これでしょ。これこうやってこうなってないと無理なんでしょ。こっちの方が偉いですんよね。ちょっと握り込んでこう、ここ、こうやってある程度つけたくて、こうでこうでグワッてなってたら無理なんでしょ。もう完全にスーパー根本足りないパターンですね。だからこうやったらしんどいってことじゃん。開いてんの分かる？これすっごい親指ここにあって、こう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 ね、完全クラシックってこうでね。これをこうやりたいとこ、ちょっと握り込む感じにして、こう完全にこう手のひらがベターってついてるわけじゃなくて、こう親指がちょっと上に出るような感じでこうね、こういう感じ。これができないって感じなんだよね。根本ができるとね、どうあがいてもこの空間が空いてる方がやりやすいです。この空間が開かないっていうことが、そもそももう根本できてないってことなんです。開けれないでしょ。根本マスターパッケージ買ってください。キャンペーンで消費税ないから。指の動きががっちり入ってくるっていうのは実は後編からなんですけど、いやー、漏れしすぎたらもう一発ないけどね、本当に。鍛えるとか、はい、これ今から毎日こうやって鍛えてください、終わりみたいな話になるんで、本当はレッスン来てほしいんですよ。でも根本マスターパッケージでもどうにかなるんで、これはね、ありがたいコメントというか、根本がないってそういうことなんだよっていうのをすごいこう説明しやすいコメントだった。ありがとうございます。なんかもうスーパーチャットまでもろて、本当になんかスーパーチャットもろたんやったらなんかもう言えよって感じなんやけど、これコンボマスターパッケージの話になって、普通にこれがこうなってるから空間が作れないんですよみたいなことを今時間かけて説明できないんですよ。全部言ったら何分かかんねんみたいな話になるので、原因だけお伝えしておきます。典型的です。クラシックができない人の典型的で、まあヒントは指先なんですけど、これね、指先ね、本当に指先だよ。指こうやって丸められないでしょ。閉じてたらダメよ。閉じてても多分指丸められないと思うな僕な、これほら、僕指バチバチにくっついてんの分かる？これほら、これこれ、しかも開いてるのよ。ほら、開いたままのをギュッと、まあこれぐらいだったらできるかもしれない。閉じてこう、これはできるかもしれんけど、多分でも指はこうやってくっつかないと思う。こんな感じになると思う。こういう感じかな。そしてだんだんこう反ってくると思う。こんな感じになると思う。やってもらって、そうだったらそうだって言ってほしいな。一応ヒントヒントなんで、これこれできる？うい。でしかも開いたままね。開いたまま。うい。うい、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 うい。ほら。っていう、ここを鍛えないとっていうのを、まあ一応これヒントだけ。鍛え方は言わずにヒントだけ言っておきます。ごめんなさい。ほんとコンポマスターパッケージ買ってほしい。これは前編をクリアしないとできないことなんで、前編ってかなり大事なんでね。後編だけ買おうと思ってる人、後編だけ買えないようにしてるからね。前編を持ってる人にしか後編売りません。なぜなら前編でやっとかないと、後編いきなりやっても絶対できないからです。今の試してみて、本当に。手開いた状態で、指先から丸めてグッてこう指全部つけれますかっていう。ピターっとこれ。僕の予想、指は全部閉じれなくて、ちょっとこう、ちょっとこう、第三関節がこう、反る、こっちに反るような、こういう感じになってると思う。そして指はつかない。これぐらいで限界。どんだけ力入れても、こっから先、指をこうやってくっつけることはできないと思う。合ってたら合ってたって言ってほしい。ちゃんとまっすぐなってる？なんならこうしててもいいよ。
第三関節こうやってやっててもいいよ。はい、手開いて第三関節はこう、はい、このままグッ、これがもうこういったらアウトね。もうこう、こっち反ったらもう指先曲げようと思ってこっち反ったらもうフィンガリングできないと思ってもらっていい。これでなんかピタッとくっついてついたっていうのはあるかもしれんけど、そうじゃない、もう反ってたら終わり、全アウト。反ってたらどんなになってもダメ。こっち側ぐらい、これでグッ、はい、指がくっついてます、手も開いてます。これもうこうじゃないよ、開いた状態からカッ、そしてこっち、人差し指つかないという人は結構多いね。人差し指はまあ肉が厚いんでまあいいかな。多分できていると思いますが、できていないと思います。どっちなんだどっちなんだ、わかんねえ。見せてください。根本の方がいいかな、ハイウキマスターパッケージの方がいいかな、どっちだろう。これ他のはなんとなくいけてそうだっていう感じのコメントなので、これはハイウキマスターパッケージの方でもいいかもしれない。ハイウキマスターパッケージで演奏を見せるっていう方がいいかもしれない。反ってはいないと思う。開いてる、指ついたまま、むしろ指ついたまま開ける、こうやってこう。だったらまあ話は別なんやけどね、本当に見てないんで何も解決はできないんですが、僕の今の予想ではこういうことなんだろうなと。そして結論ね、隙間がある状態でフィンガリングができるっていうのがベストっていうか、もうこうやらないとできないっていうのは何かしらとりあえず根本できてないです。いろんなことやろうと思ってもできないです。こうじゃないとできないです。こういうことができないとできないです。これで不安定なんでだんだんこうなってきたらもう本当に無理だと思っておいてください。絶対絶対にこれはできなきゃいけない。ちょっとでもいいから本当に店に来てほしい。僕は直したい。あ、こういうことなんや、なるほど、こういう感覚でギターこれから弾きますってみんなに気づいてもらいたい。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くても遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんですよ。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとか、ちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間、あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり劣ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録といいねしてね。いいねしてね。あ、マロスケです。名前は。マロスケ、いいねしてね。バイバイ。